子の夕飯、ふるさと納税の博多もつ鍋、藤原です。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、ステラ、ビットコインキャッシュ、ネム、IOST のチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株のチャート分析を毎日配信しておりますので、投資に興味がある人はお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、仮想通貨市場はですね、続落になりましたね。上がってくるかなと思ったんですけど、上がってこれなくてね、私も結構ね、ロング切ったりして、ちょっとね、残念な相場になってきました。引き続き、Twitter や Instagram での投資の話やってますので、他の SNS でも、藤真奈をぜひフォローしてみてください。はい、そしてね、藤真奈大学の方は久しぶりにね、動画をアップしてます。3日ぶりなのかな。今回はお金を引き寄せるたった3つの法則ということで、お金持ちの人が実践している法則についてね、話してます。このチャンネル見ていただいている方は自分のお金増やしたいという方だと思いますので、ぜひ藤真奈大学の方のね、お金関連の動画も見てみてください。はい、今日もね、仮想通貨に強めげてから、チャート分析いきたいと思います。今日はですね、Yahoo ですね珍しくね、Yahoo ニュースの記事ですけども、ビットコイン次の10年で100万ドル到達もということでね、取引所クラーケンの CEO ジョシー・パウエル氏が、ビットコインの先行きに強気な見方だと、同氏の描く未来はかなり熱狂的な仮想通貨ファンでさえ想像できないほどスケールが大きいと、パウエルさんに対するね、ブルームバーグテレビ庁のインタビューで、ビットコインは次の10年で100万ドルに達する可能性があると、約1億円ですね、可能性があると言って、でさらに支持者の間では仮想通貨に全ての主要なフィアット通貨にとって変わる可能性もあるという考え方も指摘しましたと、ジェシー・パウエルは憶測するしかないがドル換算で見ればビットコインは無限だと考えざるを得ないと、真の信奉者が語るにはビットコインの行く先は月や火星であり最終的には世界の通貨だということを語ったということでした。まあね、この手のまあ予想みたいなね、まあ根拠がないことが多いんですけど、まあこういうね、まあ将来いくらみたいな話があるとね、ちょっと明るい兆しがあってね、じゃあもう投資してみようかなって思う新しいその投資家もね、増えてくるので、まあこういうね、憶測の記事でね、なんだかんだね、プラスになるんですよね。ということで、今日はプラスマイナス10でプラス4ぐらいにしたいと思います。はい、じゃあね、ビットコインから相場分析いきたいと思います。ビットコインね、508万円まで落ちましたね。こんな感じですね。結構ダラダラ落ちてきてます。残念なことにね。で、今まあ見てるのは、まあここのラインは硬いんですよね。460万から480万ところ。4万3000ドルとか4万4000ドルとか。ここは、この辺でもサポートされたし、サポート、4回サポートされてますので、ここはなかなか割れないかなと思っているんですよね。ここをサポートにしたこういう逆三尊。もう一回タッチするんだけど、やっぱ割れなくてもう一回上みたいな。で考えてるので、またこの辺の4万3000ドル、4万4000ドルで、反発層のケアやったらそこでロング取りたいかなと、いうふうに思ってます。で、ビットコインも、もちろん、現物の方も、少しこの辺で、買っていくといいんじゃないかなと。460万円。470万円。その辺で買っていくといいんじゃないかなと、いうふうに思ってます。はい。まあ、もしここをね、割ってきたら、まあ、次のね、ところはここだったと思うんですよね。この、一回、430万まで高値つけたところ、ここが今度サポートになる可能性があると思いますが、どっちかというと、まあ、ここが硬いと思うので、ここは割れないんじゃないかなと、いうふうに思ってます。はい、ビットコインは以上です。続いてね、イーサリアムですね。イーサリアムは15万7000円ぐらいを推移してますね。こういう感じの平行チャンネルが描けるんですけど、またさらに下を深掘りそうなんですよね、平行チャンネルなんでね。なんで今から下がってくるとすると、14万割れるぐらいかもしれないですね。13万円台とかいよいよあるかもしれないですけど、もう基本的にこの平行チャンネル上に抜けるまでは、まあ下目線で行くしかないかなと思いますので、FX はどっちかっていうと、まぁ、ちょっとショートなのかな。今から落ちてくる可能性もあると思うので、ショート入って、
1250ドルぐらいまで、めがけて、ショートって感じがいいかなと思います。1300ドルくらいかな。で、現物は、この辺のね、底根あたりで買っていきたい感じですね。15万とか14万5千とかそれぐらいで少し寄っていくのがいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、イーサー以上です。じゃあ次、XRP ですね。XRP がね、49円ですね、今ね。引き続きこういう三角持ちの中で少しずつ値、ね、動きしてる感じなんで、まあ下がってきたら買うって感じでいいと思います。下がってくるのであれば、この線の下限の44円ぐらいのところ、その辺で反発サイン見せたらロングする。あるいは現物を買っていくって感じでいいんじゃないかなと思います。まあ、他の通貨よりはね、比較的ね、買い支えが強い感じにはなってはいますね。はい、ということで、まあ落ちてきたら買うという目線でディップラインじゃないかなと思います。はい、じゃあ次がね、ステラですね。ステラ 42.7 円ですね。昨日ね、ここのね、上昇トレンドをね、下落トレンドを上抜けてくるかなと思ったんですけど、結構落ちましたね。やっぱり結構強かった、硬かったって感じで、落ちましたので、また下まで落ちる可能性があります。下まで落ちてくるんだとすると、38円とかね、それぐらいまで落ちてくる可能性あるので、拾いたい人はその辺で拾うのがいいかなと思います。で、ここを下に抜けるとちょっとかなり悲惨なね、下落になってくると思いますね。下手したらこの辺まで落ちる感じ。24円とかね、それぐらいまで落ちる可能性があるので、ちょっとね、危険な雰囲気はしてます。だからそのうち三角持ちは上に抜けたら、まあハッピーで、この高値の62円ぐらいはまあ超えてくるような上昇を作ってくるんじゃないかなと思ってます。なので引き続きまあガチ保守するんですけど、まあ拾いたい人は、この線の加減で買っていくのがいいかなというふうに思います。はい、ステラは以上です。じゃ次が、ビットコインキャッシュですね。ビットコインキャッシュが、5万1000円ぐらい推移してますね。ビットコインキャッシュの、ね、形が面白くて、急上昇で、かなり戻し、急上昇でかなり戻しって感じなんですね。で、こういう上昇トレンドラインがバチクソに効いているので、まあ今そろそろ買い場かなと思います、現物はね。買い場だと思います。日足でも RSI が42だし、まあ、もうちょっとで売られすぎな感じだし、週足でもあんま強くないね。55なんですよね。まあ、全然強くないんで、まあ、この辺ぐらいで買っとくのがいいかなと思います。ビットコインキャッシュはね、結構戻してきて、3分の1以上戻してるので、もうすでにね、高値から。いい感じの買い場だと思ってます。で、もしこの上昇トレンドライン割ってきたら結構厳しいですね。終わってきたら結構落っこちる可能性があると思ってますね。この辺とか3万5000とかこの辺のレジスタンスなどとこ、この辺ぐらいまで落ちる可能性があるけど、まあそこまでの下落はないかなと思ってますね。ビットコインが本当にめちゃくちゃ落ちてきて300万円だとか落ちるんだったらあり得るかもしれないですけど、今のところね、ビットコインは結構サポートされそうなんですよね。なのでまあ基本的には今この上昇トレンドのタッチで買っていく。5万1000円、5万円ジャストぐらいで買っていくのがいいかなと思ってます。はい、ビットコインキャッシュは以上です。じゃあ次、ネム行きましょう。ネムちゃんは、一時期ね、90円まで上げたんですけど、ちょっと落ちてきてますね。昨日今日で落ちてきてます。まあ割と大きな陰線ですね。なんで、まあそろそろちょっとね、反発してくるとは思ってます。この上昇トレンドラインタッチぐらいですかね。あ、もうちょっと落ちてきたところ。今 0.65 ドルなので、68円とかなんですけど、もうちょっと落ちるかな。65円ぐらいまで落ちるんじゃないかなと思ってます。この上昇トレンドライン、タッチにするんだったらね。なんでまあ買い増ししたい人はぼちぼち今の価格帯ぐらいで買っていくのがいいかなと思ってますが、まあ、スナップショットまで、今日は、もう6日ですよね。あ、5日か、5日なので、あと7日ですよね。あ、ちょうど1週間ぐらいになりましたので、まあ今からね、一旦ちょっと落っこちた後、また再度上昇なんじゃないかな、と思ってますので、まあこれがスナップショット前の最後の買い場なんじゃないかな、と思いますので、今ぐらいの価格帯から買っていくのがいいかな、と思います。はい、あとね、ネムのね、スナップショット前後の戦略についてはね、今週の土日ぐらいにちょっと特別動画作って出しますので、メンバー向けにね、出しますので、それ見たい人はメンバーになってみてください。はい、じゃあ次 IOST ですね。IOST がね、0.045 ドルなので、まあ、4.、
7円とか 4.8 円ぐらいですね。他のコインに比べたらなんかね、買い支え強いんですよ。例えばさ、イーサリアムとかもダラダラ下がってきてますよね。で、ネムもダラダラ下がる。ネムはちょっとね、まあファンダがあるんであれですけど、他のコインに比べたらなんかね、落ちないんですよね。今日も一応ね、陰線なんだけど、ヒゲが長い感じなんですよ。こんな感じで。ヒゲ長いですよね。だからね、なんかね、買い支えされてるんですよね。なので、もしかしたらこの短期の移動平均線、あ、短期じゃないか、これ長期かな。長期の移動平均線がサポートみたいになってる感じなのかもしれないです。まあそうだとすると、まあ今のね、4.8 円ぐらいのところ、まあ 4.4 円から 4.8 円ぐらいのところは結構ね、まあ支えられてるポイントなので、今買っておくと次の上昇波に乗れるんじゃないかなと思っています。RSI も60ぐらいですし、まだ全然変わりすぎじゃないしね。だから上昇波の1波、2波で3波で、4波終わりました。で、5波の途中なんだけど、今この長期移動平均支えられて、ちょっとじわじわーっと上がってくる感じになるかもしれないですね。でもし落ちてくるんだとすると、もう一回ね、この 2.7 円ぐらいまで試す可能性があると思いますが、まあ、そこまで落ちる可能性はないかな。まあ、今、例えば 4.7 円とかで少し買う。で、3円台の落ちは少し買うみたいな感じで2段階で考えておくといいんじゃないかな、というふうに思います。はい、というわけで今日もね、仮想通貨のチャート分析をしてみました。今日の動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であれば、コインチェックとビットバンクがおすすめです。コインチェックは日本の取引所の中で最も取り扱いコインが多いというのと、NEM のシンボルトークンのオプトインに対応しているので、必ず登録しておいた方がいいと思います。そしてビットバンクは全てのコインで差し値取引ができるというのと、こちらも8種類のね、コインがトレードできますので、ビットバンクも必ず登録しておいた方がいいと思います。そして日本の取引所にはない、ポルカドット、カルダノエイダー、パンケーキスワップ、バイナンスコイン、その辺のね、時価総額が高いコイン買ってみたいという方は、バイナンスがおすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方は、バイビット、FTX、オーバービットがおすすめなので、ぜひ登録をしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。終わりました。また明日。この動画の説明欄、またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。